Well, Shooter, looks like we got another one of these guys. Another one of these guys who everybody seems convinced is determined to kill himself in the ring. Well, if that's the case, tomorrow night, you are going to be in the ring with the wrong guy. Tetsuya Naito, you may be the nuttiest son of a bitch I've ever been in the ring with, and that's really saying something. So I don't know what's going to happen tomorrow. But hey, if you want to fly, you got to be willing to go down in flames. Let's go, babe. You got your legs. ジョン・モクスリー、別にバカにしているわけじゃないけど、俺は彼の存在よく知らなかったんでね。今日初めて対戦してみて、まあ印象には残ったかな。スペイン語をほとんどわからない、そして日本語もほとんど喋れない選手だってことをね。彼、まあ、新日本に参戦してきてまだ間もないけどさ、このリングでもし成功したいのであれば、俺からとっておきのアドバイスがあるぜ。なんだかわかるでしょう。そう、トランキーロ、焦んなよ。この言葉ちゃんと頭に入れといた方がいいよ、うん、今日さ、初めて対戦するにあたって、この愛知県体育館、一体どこから入場してくるのかなってね。試合前、いろんなとこチェックしたよ。ここなら可能かな、ここならいけるんじゃない、いや、ここは多分無理だな、じゃあここかな、うん、まあ、残念ながら俺のある程度予想通りの入場の仕方だったかな。さあ、彼は一体明日どこから入場してくるのか。まさか2日連続同じような入場ってことはないよね。もし明日どっから入場しよう、やべえ、もうアイデアがないよっていうのであれば、ここに会場マニアがいるぜ。ぜひ俺のところまで聞きに来てこいよ。じゃあまた明日ここ愛知県体育館でお会いしましょう。彼は一体どこから入場するのかな、楽しみだぜ。